はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、え、プレイメーカー登場時点での各ポジショントップ5の男たちということで、ベスト11企画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、新カードね。まあ、今回でプレイメーカーが、えー、登場した時に、まあ、その新カードがね、ランクインした、えー、ポジションをね、あのー、はい、取り上げて、えー、ベスト11企画を行うというね、えー、企画やってるわけですが、 さあ、今回はですね、DMF リーグ編やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、皆さん、言いたいことはわかります。フォワード全然やんないじゃんと。うん。今回やります。<laughs> ついに来ましたね。フォワードまで回るときがね。ちょっとね、これまではね、ちょっとね、動画的に回んなかったんですよね。本当に言い訳でしかないんですけど。うん、ちょっと。 限定の期間短いからね。2週間ぐらいしかないからね。うん。まあ、なかなかちょっとそこで動画のね、まあ見た手が立たずに、えー、いつもね、まあなんなら全ポジションを取り上げてみたいな感じになっちゃってましたから、なかなか追いつかなかったんですけど、今回見てください皆さん。1本目がもう DMF なんですよ。うーん、これはね、間に合いますよ。はい。ということで、まあ、今回しっかりね、プレメが登場した時点ではね、CF とかまで全部、えー、やっていきたいと思います。まあ、ちなみにね、今までは、えー、OMF までね、一応ね、まあ前回のね、 ところも終わってないですけど、まあ一応ね、まあミッドフィルダーまではある程度取り上げたことあるんでね、フォワードは全くノータッチなんでね、今シーズンね、まあ、そこまでしっかりと頑張っていきたいと思いますが、まあまずはね、ポジション的に下からということで、まあボランチ部門ですね。うん。で、今日ですね、サムネに使わせていただいているのは藤田いぶき選手。はい。まあ結構いいカード出てたんですよね。なので、まあランクインしたわけですが、うーん。 まあ、ミッドフィルダーね、これまでも、まあ、ちょこちょこ限定のたびに一人ぐらいはずっとランキング、ランキング入っててね、うん、とん、耐えないですね。うん、途切れないなという印象がありますけど。さあ、果たして今回ね、藤田選手第何位に入ってるのかというのをね、ぜひ楽しみながら見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ企画の説明をね、もう少しさせてください。ではこちらです。 はい。ということで、今回の選出に当たりましてなんですが、これ特別限定ですね。これは対象外としております。まあ、例としては TS 月間系カードですね。こういったところになります。ま、あもう、も、あの、理由はですね、毎回説明してるんですけど、まあ、TS がちょっと強すぎるということでね、ランキング入れると、まあ、はびこってしまうんでね。はい。そこで、まあ、あそれじゃあね、ちょっとつまらないなということで、省かせていただいてますね。なので、ま、あ対象になるのはレギュラーと月前後半の限定のみと、はい、させていただいてます。 あとリーグで使うようとしてのね、選出になりますので、クラチャンは対象外と、はい、させていただいてます。よろしくお願いします。というところをね、えー、把握した上でね、ランキング、ぜひね、見ていただければな、なと思うんですけど、じゃあここから実際にね、5位から順に、はい、やっていきたいと思います。では、えー、今回ですね、プレイメーカー登場時点での DMF リーグ部門、リーグ部門ランキング、ちょっと口回ってないんだけどね、リーグ部門ランキング、えー、第5位の、はい、カード見ていきましょう。ではこちらです。 はい。ということで、ここはね、ファジアの岡山の藤田伊吹選手ね、ちょっとワンチャン褒めてますけどね、やっていきたいと思います。はい。で、スキルが、えー、トルクモーター、インターセプト、スペース A のフィードですね。はい。で、チームスキルはミッドフィールダー、全パラ協会 A で、ボーナスセンスがディフェンス20%プラスと EP30% プラスのダブルセンス。総合値6253のディフェチが1354というね、数値になっております。 はい。ということで、ま、あこのカードね、ま、あランクインした理由としては、まあ、トルクモーターインターセプトのね、まずタックルスティールのバランスがいいというところと、まあ、あとボナセンディフェですね。まあ、これプラスなんで余計に印象いいんですけど、ま、あクラブリンクね、ある人からするともっと価値は、まあ、出るんじゃないかなというカードですよね。うん。 で、ディフェッチもね、まあ、これもね、結構いろんなとこで藤田選手触れてきてますからね、言ってるんですけど、まあ、1354というこの数値ね、まあ、決して悪くないなと。グレード比に対して言うならちょっと高めなんじゃないかなっていうぐらい、まあ、数値がね、盛られてるのでね、ここがやっぱ印象いいですよね。うん。 まあこれまでね、これから後にまた出てくるカードとかもありますけど、まあピックアップ枠で1400台とかがま普通だからね、そこ考えると89で1354。まあ高いですよね。うん。まあ多分日に当てるとね、もうちょっと、なんなら藤田選手がもしグレード95、6とかあれば143、40とかいってんじゃないかなみたいなね。うん。なんかそんな感じ見えますけどね。はい。ってぐらいグレードに対してね、まあディフェンチが、まあこれまでのカードよりもちょっと高めと思っていいんじゃないかなと思います。というところがいろいろね、まあ相まって、 はい、5位にランクインさせていただきましたが、まあいいですよね。うん、ま使いやすいと思いますし、まあそれこそさっき言った通りね、まあクラブリンク付きのボナセンなんで、まあ仕上がればもそうだし、まあクラブリンク対象になるだけでもね、まあランキング、今回5位というランキング付けてますけど、これよりね、上に上がってくる選手よりも、まあ正直感触いいなっていう場合がね、当然出てくると思いますんでね。まあそう考えると、まあ特にクラブリンクが、え ね、反応できる人とか、まあ、キラ持ちの人とか、まあ、その他ね、センスとかいっぱい仕上がってる人からすると、もっと価値のあるカードになってると思うんでね。まあ、ぜひ狙ってほしいし、まあ、当たった時にね、まあ、特にボランチ、まあ、CMF でも当然いいと思うんですけど、まあ、今回ボランチでのランキングなんでね、まあ、ぜひボランチで、はい、使ってみてください。おすすめです。はい、じゃ続きまして、えー、DMF リーグ部門第4位のカード、じゃあ見ていきましょう。こちらです。 はいここは、えー、セレッソ大阪の田中俊太選手のニューウェーブですね。はいこちら第4位となります。じゃあここもねカードをおさらいしていきたいんですが、スキル構成、ダイナミックインターセプト、ハードタックル、スペースへのフィード、でチームスキルがスタメンディフェンス強化で、ボーナスセンスがキンピープラス、で総合値6787のディフェンスが1614というね数値になってます。はいということでここもね結構いいカードが出ておりますが。 そうね。まあ、ここもスキル構成がまずいいですよね。ダイナミックインターセプトハードタックルということで、A、スティール、B タックルね。はい。で、ここがまず安定感があるなというところと、まあ、チームスキルもね、スタミンディフェンス強化だし、まあ、ボナー戦こそディフェないんですけど、ディフェの基礎値が高いですね。うん。まあ、やっぱりね、こういったボランチとかディフェ値高めの選手、まあ、特にね、まあ、ディフェンダーとかしっかりと。 経験してきた選手は高めになりやすいんですけど、今回ね、田中俊太選手、1614。うん。まあ大体1400ぐらいがね、今の相場ぐらいだとすると、まあ200ぐらい高いっていうのは、まあ結構大きなアドバンテージですよね。まあボナセン1個分までいかないかもしれないけど、まあでもそれぐらい本当に価値のあるカードかなと。で、まあグレードも高めなんでね、パワーワー値が高いとか、まあこういうステータスのところの評価も含めると、まあ藤田選手よりはちょい上かなっていう感じですね。うん。 ということで、まあ、ここもね、まあ、何回も取り上げてきてますけど、ま、いつかもいろんなポジションでね、取り上げる機会があるので、まあ、今後もおそらく見ることがあると思うんですけど、まあ、田中俊太選手自身もね、ま、おそらくまだね、全然緑限定の道もあるだろうしね、まあ、出場実績見てもね、まあ、素晴らしい成績だし、 まあ、セレッソが本当上位とかで終えることができればシーズンオフの限定とかね。まあ、優秀選手ぐらいだったらまあ入ってくるような成績現在してると思いますし。まあ、全然そういったところね、シーズンオフの限定とかも絡んでくる可能性が十分にありますので。まあ、長い目でね、見て、まだまだね、いいカード出るんじゃないかなと思うと、まあ、これ以上のカードがね、出た時にまたランクインしてきたりとかね、そういったのもありますし。まあ、ボナセンキンピーのが帰ってね、いいという人は、まあ、特にクラちゃんね、 まあ意識して、うん、やってる人は、ボナセンキーピーの方がいいというのもあると思うので、まあぜひね、まあニューエーブもね、また復刻する機会あると思いますからね、まあそういったニーズに応じてぜひね、狙ってほしいし、まあ今後のカードにもね、まあ期待できる選手なんで、今後のカードにもぜひね、期待してほしいなと思います。ということで、まあニューエーブの時点でね、これぐらいのカードが出てるんで、まあまだシーズン長いですからね、まあこれからのカードにも当然期待できると思う田中俊太選手ね、まあこれからもすごく楽しみですね。はい。ということで、今回はニューエーブ第4位となります。 はい。じゃあ続きまして DMF リーグ部門第3位のカード、じゃあ見ていきましょう。こちらです。はい。ここは栃木 SC の佐藤翔選手の、えー、スターターですね。こちら第3位となります。さあ、このカードね、いま一度おさらいしていきますけど、スキル構成が空中戦の司会者、パーフェクトスティール、で、セレクトでピンポイントタックルかスルフィード選択ができますで。チームスキルはミッドフィルダー、ディフェンス強化 B、で、ボナセンがディフェンス20パアップ。 で、総合値6248のディフェチが1312というね、数値になっております。はい、ということで、このカードもね、だいぶ、まあ、ランキングに、まあ、染み込んできましたね。はい、ということで、まあ、取り上げるのはね、何回もありますけど、まあ、これからもね、ある程度、まあ、ね、防衛していきそうですね、この位置をね。うん。 でこのカードのやっぱ良さというのは、まあ、スタートはそもそもね、セレクトスキルというところのね、優遇値があるんですけど、まあ、それをフルに活かせてますね。空中戦の支配者パーフェクトスティールでセレクトでピンポイントタックル選ぶとディフェ3種の A スキル持ち。まあ、これはね、だいぶ価値高いですよね。うん。で、ここだけじゃなくてボナーセンディフェがある。まあ、これも非常にいいですね。で、ディフェ値はまあ、高くはないんですけど、まあ、ディフェンダーとして、まあ、ディフェンス値に関してはまあね、ボナーセン入れると、 1600届かないぐらいかな。それぐらいあると思うんで。まあ、決して低くないですよね、数値ね。はい。ということで、まあ、いいですね。うん。 というのも、まあ、限定がね、そもそもセレクトスキル持ちが3人しか出ないっていう縛りっぽいんでね、まあ今回プレメで、まあ、95以上がもしかしたらなーっていうところがありましたが、プレメでね、否定されたりとかね、まあなんならキャプテンの時点で否定されたりとかしてるので、せめてね、95以上が全部セレクトとかだったらね、ちょっとね、もしかしたら、その波というのにねどう、どうしても飲まれる可能性というのは結構高くあったかもしれませんが、なかなかね、3人って言われるとね、<laughs> 1月6人だからね、 そう考えるとちょっとね、うん、セレクトスキル優位だね。うん。ということで、まあ、この佐藤選手のカードもね、まあ、当然今後もね、まあ、スターター復刻しますし、まあ、今も現在ね、まあ、ちょうどログボでね、また復刻してたりするので、まあ、手に入れる機会がね、早くもやってきたということになりますね。はい。まあ、これは別にこのタイミングだけじゃなくて、まだまだ、ま、年間通しても、まあまあ可能性ね、あるか、あの、タイミングというのは、まあ、あれ、これからま、もうちょっと3、4回とか全然あってもおかしくないぐらいなんで、 まあ、お気に入りのね、スターター券とかも、まあ、去年の終年とか配られてましたから、それこそね、だいぶ狙い目なんでね、2分位置ぐらいまで絞られるんでね、うん。というチャンスが来るんでね、まあ、ぜひ、まあ、佐藤選手がね、ちょっと今現在怪我とかの関係でね、そもそも、まあ、これからの限定がちょっと厳しそうなんで余計にね、まあ、キャプテンは出ましたけどね、まあ、それ以上の限定がちょっと厳しそうなので、まあ、スターターの価値はね、そういった意味では上がると思うんでね、まあ、ぜひ復刻した時にまた狙ってみてください。 はい。じゃあ続きまして DMF リーグ部門第2位のカードじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい。ここはアンダー2 3サッカー日本代表の藤田ジョエルチマ選手ですね。のカードとなってます。さあ、ここ第2位となりましたが、このカードもおさらいしていきましょう。さあ、スキル構成ですね。中盤の下流ドシャープフィード。で、セレクトスキルでパーフェクトスティールか空中戦の競り合いが選択ができます。 でチームスキラスためにディフェンス強化で、ボーナスセンスがディフェンス20%プラスと EP30% プラスですね。はい。で総合値が、えー、あ,あ、そうね、総合値が6885でディフェッチが1414というね、数値になっております。はい、ということで、ここ藤田ジョエル千葉選手のカードね、第2位となりましたが、まあ、素晴らしいカードね、出てますね。うん。 これもね、まあなかなかやっぱセレクトスキル持ちだし、まあそもそもね、まあセレクトスキルでパーフェクトスティール選択すると、まあ3種まではいかないんですけど、まあタックルスティールのね、まあ組み合わせでスキル持てますし、まあディフェチも、まあこれだけね、高いですし、うん、ね、1400ありますし、まあボナセンディフェプラスもありますし、まあちょっと現所属はね、代表ないんですけどね、まあ過去クラブはね、いくつかジョエルチマ選手ありますので、そういう人からするともっと価値のあるね、 まあ、カードになったりとかするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、2種持ちのね、タックル、タックルスティール持ちで、うん、まあ、そうね、セレクトスキルこんだけ持ってたら、うん、まあ、十分じゃないですか。まあ、空中戦も一応選択ができるので、別にまあ、A タックル、A スティールに固定っていうわけじゃないですけどね。うん、まあ、ただ、スティールの方が、まあ、なんかポジション的には、まあ、さそうかなと思いますけど、はい、まあ、決して悪くはないかなと思いますね。はい。 となった時にですね。まあ、あとはそうですね。まあ、ジョエルチューマー選手がやっぱりどうしても日本にいないんでね。まあ、ちょっと育成がしにくいというネックなところはありますが、まあ、一応 J クラね。まあ、未参加で炎突はできるし、まあ、あとはそうね。まあ、そうね。スパイク使ってセンス抽選もできると思えば、まあ、別に仕上げのか、仕上げに関しては仕上げにくいのは間違いないんですけど、仕上げれないわけじゃないからね。 そういった意味でも、また日本代表もまた復刻すると思いますし、まあ、そういった時にまた狙う機会がね、まあ、おそらく来るんじゃないかなと思いますけど、まあ、今現在ちょっと排出してないんでね、どうしても元に手に入れれないんですけどね、現状ね。ということで、ぜひね、また復刻したら、まあ、ね、あの、いいカード、いい素材持ってる人は、まあ、ぜひ狙ってみてください。 まあ今はね、アンダー23サッカー日本代表,代表ですけど、まあ、そのうち A 代表とかにっ入ってくる選手だと思うんでね、まあ、そう考えると J クラでも別にね、日本にいなくてもね、代表で帰ってくる機会というのがいろいろあると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、今後のカードにも期待しつつ、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この日本代表カード復刻した時にはぜひね、狙ってみてください。はい、ということで最後ですね、DMF リーグ部門第1位のカード見ていきましょう、こちらです。 はいここは湘南ベルマールの田中聡選手のフォーカストプレイヤー第1弾ですね。はい、こちら第1になります。まあ、前回に引き続きましてのね防衛になるわけですが、まあ、スキル構成はねトルクモーターダイナミックインターセプト、でセレクトスキルでロングレンジか空中戦の競り合いが選択できますと。でチームスキルはスタメンディフェンス強化で、ボナ戦がディフェンス20パープラスとスタミナ15パープラスのダブルセンス総合値6985のディフェチが1401というね数値になってます。 はい。っていうカードはね、出てますが。まあ、素晴らしいね。うん。まあ、そもそも、まあ、フォーカスとプレイヤー優位点がね、やっぱありまして、まあ、ダブルセンスにね、去年の途中からなりまして、まあ、今回ね、田中佐藤選手はディフェンスとスタミナというね、まあ、2種持ってて、しかもプラスなんでね、これね、うん、相当でかいよ、これ、クラブリンクあると。うん、だって、金センス以上のやつが2つ来るってことやからね、現所属とかだと。で考えるとめちゃくちゃでかいんですけど、まあ、それ以前にね、まあ、スキル構成もね、セレクト、 空中戦のセレア選ぶとね、ディフェチ、ディフェ、ディフェ、ディフェ,チディフェイス3種ね、スキル持てるんでね、うん。まあこれもやっぱりいいとこだと思うし、と考えると、まあディフェンチもね、この1401からプラスでね、ディフェンスボナセの分盛られますから、まあディフェンチもそれなりの数値になりますし、まあ1600いかないぐらいの数値にはなるしね、うん。プラスがあれば、どれぐらいいくんかな 1000… ええと、1800いくんかなうん。まあ、結構高いですからね。そう考えると。まあ、魅力ですよね。はい。<laughs> ということで。うん。まあね、魅力的ですよね。うん。強いよね。うん。まあ、こういったカード1枚やっぱりボランチに持っとくと安定感がだいぶ増しますからね。まあ、そういった意味でやっぱり中盤って結構やっぱ大事だからね。その、攻守にわたって影響がもろに出るので、 やっぱ中盤がね、どうしてもネックな人は、まあ、クラブじゃなくても狙いに行くべきぐらいのカードだしね。まあ、去年同時期でいうと、ピトゥカ選手がもうちょっと後だったと思うんですけど、まあ、出てましたけど、結構ね、去年ってボランチのそれ以上のカードってなかなか見なかったんですよ、リーグね。なので、なかなかね、このポジションって意外とね、更新がね、しにくかったりとか、まあ、両カードが出に意外と出にくい。どっちかというと、やっぱクラチャンメインだからね、うん、ボランチというポジションが、そもそもね。 まあ、ボランチのいい選手とか出やすいんですけど、はい。なかなかリーグ面でね、評価できる選手っていうのは去年もね、少なかったんでね。まあ、ぜひ、あの、中盤がネックになってる人は、こういったカードが来た時はね、ぜひ全力で、まあ、狙いに行ってほしいなっていう感じですね。はい。まだ排出期間もね、半月ぐらい残ってますから、まだチャンスあると思うんでね、ぜひね、お気に入りクラブ検討を使って、ぜひ、えー、チャレンジしてみてください。まあ、相当強いカードで、まあ、スキルもね、能力値も、まあ、文句ないということで、まあ、当分1位にね、 偽ることになるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、今回 DMF リーグ部門のランキングを見ていきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、新規カードであるね、まあ、プレイメの藤田選手ですが、まあ、第5位というね、結果になりましたけど、まあ、グレード89で第5位、うん、まあ、立派じゃないかなと思いますね。まあ、やっぱりそれ以上のカードとかもね、グレード的な話で言うと全然ありますし、まあ、そうね、まあ、これからも多分、まあ、それこそ出てくると思うんですよね。 出てくると思うんだけど、まあどうしてもね、このやっぱさっき言った通り、中盤のポジションでなかなか、意外とね、上の方の選手、まああっさり今年は確かに田中選手出ましたけど、まあエル・チューマン選手とか出てるけど、意外と来ないんでね。 うん、これからの時期、しかもまあ黄色限定が特にその、まあ、ボランチと関係ないところばっかりになるだろうし、で考えると、まあそのね、フォーカスプレーで誰レベルかになりますけど、1回セレクトでやっぱ田中聡選手が出てる関係ね、ねちょっと出にくくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、まあ、この機会逃さずに、ぜひ、えー、今ね、ね取れる選手をしっかりと取って、ぜひ、ね、強化に励んでみてください。排、まあ、出が終わってるカードもね復刻あると思うんで、ぜひ、ね、そこに期待していいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コイイで失礼しますバイバイ